どうも皆さんこんにちは。11月21日火曜日、まあそろそろ8時、朝の8時なんですがね。まず今日は、まあ、出だしの通りね、今回ちょっとね、まあ視聴者様の意見を、聞きつつ、動画にしていきたいかなとね、思います。まあなぜね、今回この動画撮ってるかというと、まあことの発端はね、俺が出した、いつだっけな、いつかちょっと忘れちゃったんですけど、多分10月の半ばかな。川崎市営バスの、塩浜営業所の運転手がね、確か土曜日か日曜日の、競馬場戦の運転するときに、まあ、ちょっとね、運よく俺が撮った動画の中でね、信号無視の映像が出まして、まあ、それに関してね、塩浜営業所に問い合わせた動画、まあ、それの関係する動画に、まあ、ちょっとね、最近、コメントの方が来まして、まあ、ちょっとそれにね、関するコメントで、まあ、ちょっとね、今回は、その、まあ、ちょっと視聴者さんのね、意見聞きつつ、まあ、ちょっとクレーマーに関してね、まあ、ちょっと撮っていきたいかなと思います。ちょっとお待ちくださいね。いつの動画だっけな。まあ、多分1ヶ月前ですね。10月の確か半ばだったと思うんですよ。15とか6とか。あ、9月の25でしたね。失礼しました。9月の25に営業所に電話して、まあ一応これがね、まあクレーマーの電話で。で、処分出たかの問い合わせしたのが、10月の5日ですね。まあ一応ね、こっちの方のコメントにね、まあ結構来まして、まあそのコメントね、まあ基本的に YouTube のコメントって、まあ俺のチャンネルはね、基本的に承認制とか関係なしにね、全部公開にされる設定なんで、一応ね、概要欄の方に当該の動画2本のね、なんていうの、URL 貼っときますんでね。まあ、もし何かありましたら、ね、ちょっとそっちの動画もね、まあ、暇があれば見てくださいって感じですね。まあ、一応、このコメントがね、まあ、ちょっと当該のコメントになります。まあ、2日前にね、クレーマーちゃんと電話来て、あ、電話じゃねえ、コメント来て。まあ、この人がね、面白いのは、まずね、ことの、まあ、クレーマーちゃん、まあ、俺がこれに関して、まあ、1度目の電話、1度の電話でね、まあ、クレーマーなら、主婦なんかもクレーマーが多いってことなら、なんでごめんなさい、まあ、2回目ですねってことがあって。そもそも思うのが、まあ確かにね、その、まあクレーマーっていうね、まあ確かに信号を無視して、まあそれをね、営業所に電話した。まあこれに関しては別にクレーマーってことに関してはね、まあ俺は全然問題はないですけど、なぜその処分出たかにね、関してもクレーマーにしたのか。まあこれはね、この人がまあいささか気になるんでね、まあ所詮俺クソみたいな味だろうなと思ってたら、まあ結構真面目な方で、まあその後のコメントがね、全部出てくるんですが。まあ基本的にそうなんだ。まあクレーマーとかってその、まあ個人の思うことに関してはね、まあ俺は、それに関して自由だと思うんでね。まあ俺はクレーマーイコール、まあ例えで言うと、あ、ちなみに今雨ながらね、動画撮ってるのにちょっとカチャカチャ口の中うるさいですけどごめんなさい。で、まあ、俺が思うクレーマーっていうのは、まあ確かにその企業とかにね、電話する。まあそれに関しては別にクレームとは思うんですけど、ただクレーマーっていうのは俺別にその、なんだろう、例えば西松屋で、なんだっけ、従業員に土下座させたり、そういうのね、俺はクレーマーだと、俺は個人的には思ってたんでね。まあ、今回この人にクレーマー来てね、ああ、この人はこういうことでクレーマーだと思うんだってことなんですね。まあ、ちょっとその、まあ、コメントずっとしてきてね。だから、まあ、これに関して、運転手の気持ちを気にしたらいかがですかってことに関して、まあ、俺これってね、まあ、不当な要求してるので発言は注意された方がいいですけど、まあ、これ確かにね、クレーマー、まあ、別にクレーマーってことに関しては、俺は全然痛くもかゆくもないんで、まあ、それはそのこれなんですけど。まあ、わざわざ電話で聞きますか？運転手の気持ちを気にしたらいかがですか？電話で聞きますか？まあ、この人がクレーマーだっていうふうにコメントした。ことと俺は同じだと思ったんでね、これですね、あなたがクレーマーだと思ったからコメントした。それと似たようなことだと思いますよと。まあ、間違いない。クレーマーっていうふうにコメントするときに、まあ、俺は似たようだと思ったんですよ。まあ、基本的にアンチか、まあ、普通に素直にクレーマーだと思ったからクレーマーだとコメントした。まあだから、この人がね、まあ、俺、この時には本当に、その、どっちの理由かでコメントしてか分かってなかったんで、まあ、似たようなことを思い出すんで、まあ、この人はね、脳天気なのか分かってないんでね。まあ、結構俺、その、コメントをね、動画で、まあ、説明するのが好きなんで、まあ、ちょっと今回はね、動画で全部説明していきますけど、まあ、電話で聞くか、別に聞いたっていいんじゃないですかね。まあ、俺は逆にそれを動画にして面白いと判断したから聞いただけだって、まあ、この人がね、クレーマーだと思ったからコメントした。俺は別にね、なんだろう、まあ、やってることはね、まあ似てると思うんでね、まあ、似たようなことだというふうにコメントしたんですけど、まあそれをね、彼か、まあ彼女かちょっとわかんないですけど、まあ理解してないね。まあ脳天気な人で。
で、まあ、柴田さんが何をしようとあなたには関係ない、なくないですか？まあ別に関係はないですけどね。で、もしあなたがその運転手の方だとどう思いますか？別にどう思うかってね。柴田さんが何をしようとね、関係はないだろうけど。利用者としてはね、まあ、いささかなところなんでね。で、もしあなたがその運転手の方だとどう思いますか？まあ確かに、なんだろ、今、車内事故防止かなんかは結構うるさいんでね。まあだから急ブレーキ踏んで、まあ車内事故するのか、まあ逆に信号無視大事故になるのか。まあ俺はそれを考えてるけどね、まあ車内事故。まあなんだろ、なんかあったら急ブレーキ踏みますっていうのは、まあ、なんだっけな。車内放送でも一部あるはずなんでね。まあちょっとどこの路線会社であるないっていうのはちょっとわかんないんですけど。で、まあ、これですね。まあ、コメントではどうでもいいですが、まあ、俺だったら本当にね、ケースバイケースで信号無視はしますよと。まあ、信号無視って言ってもなんだろう、まあ、その、黄色で突っ込むのも、まあ、今の世の中、まあ、信号無視に取られる、まあ、可能性もあるんでね。まあ、そこはまあ、ケースバイケースってことにしましたけど。で、まあ、この人はね、俺が逆にじゃあ、信号無視したら絶対に営業所電話しないですかと。まあ、俺に電話してる、俺が電話してね、まあ、こういうふうにクレーマーだっつってるんで、まあ、この人が100%ね、まあ、電話するとは言わないのは赤塚、まあ、一応コメションはまあ電話しないと。まあ、確かにこれはね、YouTube で運転手の恥かどうか。で、まあ、別に信号無視したから恥だっていうふうには俺は思わないですけどね。まあ、信号無視したくてしてるわけではない。まあ、そらしてた。まあ、それはこっちなんですけど、まあ、したくてしてたらそれはね、もう犯罪なんでね。まあ、多分信号無視だったら減点は2点で済むのかな。ちょっと調べてみましょうかね。信号無視の減点数は。俺ちょっとあんまり詳しいこと知らないんですけど。ちょっとお待ちくださいね。信号無視の、違反。点滅で違反した場合は2点で7000円。赤の、赤色等で違反した場合は2点で9000円みたいですね。なるほど。9000円か。まあ、そう考えると結構、でかいな。9000円は俺からしたら結構でかい方だな。まあ、基本的になんだろまあ、信号無視もね、本当に。まあ、黄色では、まあ、よく言ったら、まあ、黄色ではね、別に行くなっていう意味ではないんでね。まあ、それに関しては、まあ、どうかと思うんですけど。まあ、でも。違反点数2点か。確か、違反点数が20点になったら免停になるのかな？ちょっと俺あんまの免許持ってないんでわかんないんで、ちょっと申し訳ないですけど。まあ、次行きましょうかね。で、まあ、これね、一応まあ、俺は基本的にその動画のタイトルがわかりやすいようにしてるんで、確かこの動画のちょっとタイトル何にしたか覚えてないんですけど、多分このコメントに来た方なら、どっちか忘れちゃったんですけど、多分、信号無視したのを、多分、塩浜営業所に問い合わせてみたか、処分出たか問い合わせみたいなどっちかなんで、結局ね、問い合わせっていうふうにはね、なんだろう。まあ、基本的には分かりやすいようにタイトルつけてるはずなんでね。まあ、一応俺はその意味で。こっちですね。どこだっけな。これですね。これかな？そこ、なんだっけ。あれ？どっかに書いてあるの？これ。あ、これですね。そもそもタイトルに問い合わせ記載してるので、最初からあなたが見なければ済む話を言いまして。まあ、そもそもあなたがコメントすること、俺がやってること変わらないので、そこを理解者がコメントすることをお勧めしますと。で、まあ、俺とね、この人一緒にされたくないと。まあ、俺は別に、まあ、なんだろう、まあ、この人が別に一緒じゃないと思うのは、それはそれで構わないですけど、まあ、クレーマーだと思うからコメントした。まあ、クレーマーと思うからね、俺の方にまあ、クレーマーとコメントした。で、まあ、逆に俺はね、まあ、信号無視した。まあ、特になんていうのかな。まあ、言い方ですけど、信号無視したのが、臨港バスだったら黙ったんですよ。よくやるから。臨港バスで信号無視っていう YouTube で検索すると、たまに出てくるんですよね。ただ俺はね、なんだろう、公営の路線バスだったからやったんですよ。だからまあ、都バスがやったら電話するし、東急バスがやったら知らんぷりするし。まあ、ただ気づくか気づかないかによって、まあ、ちょっと電話するしないも変わってくるんですけど。まあね、関して、この人はね、まあ、俺は動画にしたら面白いと思って動画にしてるんでね。まあ基本的には自分が思ってるからやってることなんでね。まあ俺は同じだと思うんですけどね、この人も。
まあ逆にね、ここまでコメントしてくんのも俺からしたらクレーマーなんでね。じゃあこの人も今回からちょっとクレーマーっていう風に扱いしましたけど、ね、この動画内では。で、まあ逆にね、このクレーマーさんは、うん、まあ、信号無視は今でもどこかしらで起こっています。で、まあ、バスも信号無視でしょう。あなたがただ信号無視でその都度電話するのですか？こちらですね、回答。一緒にしないでほしい。なんで最初にクレーマーとコメントしたんですか？その理由によっては覚えておかしませんか？こっちですね。どこだっけ？公営のバス会社ならその都度電話しますよと。で、面白いよね。この人ね、バスの天井らしいですね。これですね。すべて見させてください。バス乗務員の私が見る限り、普段乗らない私、まあ、多分この人渡してきてから女性かな？ちょっとわかんないですけど。まあ、この時点で俺この人が男性か女性かちょっとはっきりしなかったんでね。まあ、俺はできる本当男だと思ってたら。ちょっとね、まあ、下の方のね、あのコメント見てくると若干女っぽいなって感じもしてきたんですけどね。まあ、ちょっとどっちかわかんないんでわかんないですけど。まあ、このクレーマーさんは。でもこれですね、私はこの動画の視聴者です。見なければいいと視聴者に対する態度ですかと。で、人に物事言うのに自分改めていかがですか。うん、この人の意見をそのまま言うと、俺はまずそのシェーバスを利用した、まあ、一種のお客だと。で、まあ、お客がね、信号、あの、お客が気づいたから電話したらね、それをクレーマーと扱う。まあ、俺、これ、この人とやってる、この人がね、俺とやってること変わんないと思うんですけどね。人にごと物事言うのは自分改めていかがですか。あんたも改めた方がいいと思うよ。俺結構その売り言葉に買い言葉のね、結構言葉論争好きなんでね。まあ、売られた喧嘩買う主義の人間なんでね。まあ、まだ前科はないですけど。前科あったら最悪ですけどね。で、まあ、これですね。しかし、題名はすべてバス会社に偏見があるとかもしれない。別にバス会社に偏見があってやったわけじゃないですけどね。まあ、そのコメントは一応下にはあるんですけど。まあ、これですね。まあ、その前に視聴者のマネに対するのがあってますが、まあ、タイトルからもクレームの出ましてるので、一般的には理解できると思います。まあ、確かにね、信号無視に関して問い合わせって言ったら、まあ、一般的にはクレームだと思うんですけどね。で、それに関してはこれですね。偏見ならばタイトルに当該運転手の名前出します。まあ、俺だったらね、まあ、運転手の名前はね、まあ、動画内で出したことに関しては、まあ、ギリギリ問題なんですけど、まあ、でもタイトルで出してないから別に偏見とかではよろしいんですけどね。で、まあ、なんだろう、まあ、川崎鶴見の人は、まあ、大体、塩浜営業所って言われたらね、まあ、臨港バスと、まあ、市営バスっていうふうに分かると思うんですよ。まあ、分からない人もいるかもしれないですけど、まあ、だ俺はその人のね、ことも考えて、今一応川崎市っていうふうに記載したんで、まあ、これで間違えて塩浜営業所ってやってね、臨港バスに迷惑かかったら、それは本当に失礼なんでね。まあ、だから今回一応ね、川崎市営の塩浜営業所というふうにタイトルにしました。で、まあ、俺この人だけどね、まあ、クレーマーという言葉に、まあ、差し支えてしまったのでお詫びします。で、しかし営業所からするとクレーム対応になると思うんですが、まあ、確かにね、クレーム対応ってことに関しては、まあ、事実クレームなんでね、それは別にいいんですよ。いや、そのね、なんでたかがの1回で、そのクレーム対応をイコールクレーマーにするのか。いや、この人ね、結構変わってる方だと思うんですよね、俺個人的に。まあ、それが一応ね、こちらなんですけど、クレーム、まあ、これですね。詳しいことしますが、人権侵害になるでしょうか。まあ、人権侵害はね、基本的に公務員とかかな、まあ、国家権力とかそういうのでやったときに人権侵害が多いんで、まあ、例えば一般人がやった場合にはこちらですね、名誉毀損に該当する可能性がありますと。まあでも一応こちらですね、クレーム対イコールクレーマーの考えが俺からしたら疑問なんですが、うん、疑問ですね。まあクレーマーで言われたくないか、いや別にクレーマーで言われるか、別にですね。まあクレーマー、クレーマーならもうちょっとね、しつこく電話したんですけどね。まあこちらですね、でまあその動画の変更シーンがこちら。まあ、クレーマーとコメントした理由。まあ、これは本当に気になったんですよ。まあ、クレーマー、あなたがクレーマーだからですっていうふうに。あ、つまり、まあ、この人がクレーマーだと思ったからコメントした。うん、俺とやってることは変わんないと思うんだけどね、この人ちょっと頭のおつむの回転が悪いのかな。まあ、ことの、まあ、最初の感じなんです、こっちですね。どこだったこの辺かな。あなたがクレーマーだと思ったからコメントするって似てることを思い出すに関して。はいとね、まあ、自分では気づいてない。まあ、ちょっと頭が悪いバカな人って言ったら失礼ですけどね。まあ、実はバカだと思うんですけど。で、次はこれですね。まあ、一緒にしないでいただけますかと。うん。まあ、俺から、じゃあ逆にね、この人がクレーマーだと思うなら俺のことをクレーマーでいいし、逆に俺の方にね、コメントしてきたこの人はね、俺からしたらクレーマーなんでね、やってること俺と一緒だと思うよ、本当に。この人バカなのかね。なんか本当にね、この人のコメントしてたらね、時間の無駄だなって今考えると思ってた。で、まずこっちですね。この前回の動画を見る限り、個人名を出したり、乗務中の運転手を見て、幸せの運転手の名も知らないが、あなたは第三者からすると営業所への文句です。文句に関しては、それはだって、問い合わせしてるの、それは知ってるって話ですよね。
あなたがクレーマーをどう見てるか知りませんが、私は会社などへの文句なしクレーマーです。ここでね、まあ、この動画を見てる方にお伝えします。企業への電話、しない方がいいですよ。この人クレーマーだって悪されつくんでね。もう逆に俺こっちの方がクレーマーだと思うんですけどね。コメントでクレーマーと言われたくないだろう。今後このような動画を、控えてもらって幸いです。だから別にクレーマーと言われたって構わないって言ってるやんけ。頭悪いな、こいつ。本当にこの人バカだもんね、これ以上の。まあ、俺の動画気に入るなんてね、よっぽどの変人でしょうね。こんなクソみたいなギャッツの YouTube 動画気に入るなんて。変わってんな、この人。で、これですね。まあ、バス乗務員なら少しは設計が出ること考えたんですよ。ちょっとね、乗務員って言われたから、最初に運転手かなと思ったんですよ。でもね、この人と会話してるうちに、ね、俺、てっきりってなんだけど、どっかのね、例えばなんか、ハトバスとかで、アテンドさん？キャビンアテンドじゃない、なんだっけな。バスガイドさんかな？だというふうに思ってきたんで、この人は本当女性かなと思ったんですよね、最初、後半は。で、まあ、この辺がそうですね。まあ、俺も結構この辺ね、若干ね、この辺からもほぼね、売り言葉に買い言葉状態なんで、結構派手に言ったんですよね。でもこれですね、あなたは以前一緒にされなくて一緒にしますよ。あなたがクレーマーだと判断してコメントした。動画にしたら面白いと判断してコメントした。どこが違いますか？俺は一緒だと思うよ。で、これですね。分かったことは、京都市へあなたみたいな、自分勝手がいるからバス会社の人間が低レベルに見られたことですね。今なんて言いました？あなたみたいな低レベルに見ました。ここにコメント載ってんだから、そんなもん言わなくても分かってんじゃん。バカだね、ほんと。まあ、チャンネル登録ね、解除したって構いませんよ、別に俺は。そもそも俺は言ってんすから。こんなね、クソみたいなクズなね、チャンネル見る価値ないっすよって、多分、最初の頃から言ってるかな。だいたい月1くらいで。これですね、今私の家族が恥ずかしいと。まあ、俺これ見た瞬間に、ああ、この人女性なのかなと思ったんですよね、この時。まあ、あなた人に対する態度がなってないですね。こいつに言われたかねえ、おめえも俺と一緒のことやってんだろ、ボーケと思って。まあ、この辺から若干俺切れてたんですけど、半分。でも、友達ね、何切れてんのって言われながらこれ米線でね。まあ、私の子供はあなたの顔見てこの人好きと言ってたので見ました。子供の教育し直した方がいいと思うよ。俺の動画見て好きっていう人、多分変人。俺はそう思いますね、個人的に。で、まあ、これですね、子供の教育も悪いので返そうとかもう見せません。まあ、別にいいですけど。私はお金収支謝りますけど、私の子供に謝っていただけますか？それがね、俺からしたら立派なクレーマーよ。自覚してんのかね、このコメントした人。それと、私の子供以外にもあなたの動画を見てる子供は多いでしょうし、少ないと思うよ。まあ、俺の家族。まあ、バスが好きな子供でバスの運転手を目指す人もいるんでしょうか？夢を捨てた人もいるんじゃないでしょうか？人の夢くらい応援してあげましょうよ。それが立派なクレーマーだよ、俺からしたら。夢を捨てたって別にそれはね、その子供たちがバスの運転手になりたいけど、この動画を見てね、バスの運転手やめようと思ったって。別にそれはね、信号無視とか気をつければいい話なんでね。別にこんなので夢諦めるぐらいだったらね、こちらですね。それでいいんじゃないですか？まあ、コメントしました。で、こっちですね。どこになったの？この動画を出したのはあなたもバスが好きですね。バスについても詳しいですし、俺ごめん、バスについて全くもって詳しくない。俺、鉄道派だからね。まあ、だからなんだっけな、京急バスも、京急バスじゃねえ。臨港、市営バスの電話したときに、前面の、一番前のところに座ってると、なんだっけな、ガラスの左側、だからね、ドア開ける近くのコックのところに、手動で開けれるスイッチのやつと、なんかね、メーカープレートみたいなのがついてるんですよ。だから、それで椅子ってしてたんで、電話した時も、椅子の新車っつったんですよね。あれ、名前知らなかったけど、エルバっていうらしいっすね。一回なんだっけな、横浜市営のコメントの方にね、親切教えてくれてたんですよね。どれだっけな。どっかにね、椅子のエルバじゃないですかってコメント来たんだよな。どれだっけ、どれだっけ、ちょっと話がずれましたね。あれ、コメントがなくなってる。あれ、どこだっけ？ないな。ちょっとね、確かね、横浜市営の時に、確かね、そのコメントが来たんですよ。いすゞのエルガー、あ、これか。これからどんどん横浜市バスは新型エルガーに置き換えが進められてるんですか？俺、その時、へえ、今のやつってエルガーって言うんだ、初めて名前知ったんですよね。まあ、だからずっと新車って言ったんですよね。だっせ、俺。で、どこまでコメント言ってるっけ？それでこれですね。好きなもの同士仲良くなれるのを作ってください。ごめんね、俺、バスはただの交通手段。本当にすいませんね。バス会社の人には本当に敵に回すつもりなんですけど、すいませんね。バス会社の人はね、敵に回す覚悟で言いますよ。クソばっか。以上。まあ、以上じゃないですけどね。まあ、別にバスについて興味あるなら、俺、もうちょっと路線バスのとこ出しますけどね。で、まあ、この人ですね。これ、こんなクソのチャンネル、子供に悪影響の塊なので見せない方がいいですよ。俺、前からね、結構この動画クズっつってるんでね。
まあそもそも俺結構デュエマもね動画出したりするんですけど、競馬もやったりするんでね、未成年者にはあんまり良くないかな、俺のチャンネル。まあ特に競馬なんかはね、なんだっけな、ここ10年くらいで、ね、学生も、あとできるようにルール改正はされたんですけど、まあそれでも競馬はね、未成年禁止なんでね、20歳未満は。で、これですね。まあこの辺のコメントね、まあ若干俺カチンって頭きてたんでね、これですね。俺がね、低レベルと申し上げましょう。言わせました、あなたみたいな低レベルの人間と言いましたが、それはあなたみたいな人のせいでバスケ部の価値が低くなるという意味です。つまりあなたみたいな低レベルの人間からバスケ部の価値が。だから、すなわち私はテレビに行くとですね、何か意見はありますか、あなたのことなんで、俺はあなたみたいなレベルに一つは言ってませんと、いつまでお伝えしました。ごめんね、俺、あんたのことを含めて低レベルっつったんだけどね。そうですね。横浜市、あなたみたいな自分勝手な、自分勝手がいるからバス会社の人間が低レベルになってます。まあ、ちょっとこれね、京都市って名前出したりかして、ちょっと申し訳ないですけど、まあ、ちょうどね、いい時期だったんですよ、このコメントが。まあ、それがこれですね。まあ、京都市営が、いつだったか忘れちゃったんですけど、つい最近のニュースかな。運転手同士で年寄りの客がクレーマーだからっつって、なんだっけ、倒れてもね、対応しなかった。まあ、これが結構ちょっと物議かもしれないですけど、京都市営バスの方で。まあ、俺、それもあったんだよね。あれだって結局、運転手同士の間でね、勝手にクレーマーだと判断した結果、一人のね、大切なお客様を、ああいう風にしたんでね。だからまあ、それの意味で俺はね、これですね。まあ、俺も正直、1年バイト接客をしてて、で、ちょっと半年間だけね、まあ、その時付き合ってた彼女がなんか、あれかな、ちっちゃいスーパーみたいなのもちょっと経営してて、まあ、少し手伝った時期あったんですよ。今ちょっと別れちゃったんですけど。その時に、俺、接客業、まあ、1年プラス半年やってたんで、まあ、クレーマーの恐ろしさって本当に分かってるんですよ。結構、売り場で接してた便があるんで、まあ、結構、サービスカウンターの方で怒鳴り声も聞こえたり、まあ、ちょっと本当にね、些細なことで、まあ、喜怒哀楽が激しい方いるんで、まあ、それで結構、豹変したりするんでね。本当に、俺は分かって、まあそこまで分かってるつもりじゃないですけど、まあどう接したらいいかっていうのは本当に結構1年半でね、みっちり教えてもらったんで、まあ結構俺の一番最初の上司はね、まあ仕事はそんなにしなかったけどいい人だったんでね、まあその時ギャーギャーうるさかったですけどね、あいつ失礼か。で、これですね、まあクレーマーの人は自分かったですよ。まあでもこういう風にね、まあコメントだからって簡単にクレーマーっていうなら、まあ実際のね、まあ客に接した時にまあクレーマーっていうか、まあ言うかって言ったら多分言わないでしょうね、腹の中で思って。まあ後で乗務員同士で。車庫変えてバカ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 やって。で、結局今回のね、京都市営みたいなね、暴れなね、事件を起こすんですよ。で、まあこれですね、接し方によって一度のクレームを一緒のクレームにするか、大切なお客様にするかによってなると思います。で、まあ俺この人ね、乗務員って言ったんで、まああんまり乗務員もね、一緒くてね、接客業にしちゃったんで、ちょっと申し訳ないですけど、まあ接客業にはね、向いてないと思うんですよ。まあ、なんだろう。確かに、なんだろう、まあ、スーパーとかね、コンビニで働いてて、まあ、酔っ払いの客とかに絡まず、ああ、こいつうぜえなってね、働いてる気がすると思うんですよ。まあ、俺も思ったことねえかってあるんですけど、まあ、でもね、結構ね、毎回毎回ね、同じような商品聞いてくるね、お客も結構いたんですよ、本当に、俺がバイトしてるときにね。でね、でもその分ね、まあ、一応仕事だってね、割り切ってとか、まあ、俺は基本的に、まあ、その1年間バイトしたのが、まあ、結構好きで入ったんで、まあ結構バイトとしても楽しかったし、まあだからその、なんだろうな、まあ、楽しいから頑張れるって意気がもあったんで、まあ結構俺は普通に売り場に出るとね、ちゃんと親切ね、まあ定時制になったお客には接してたんでね、まあ俺は正直客から怒鳴られたことは一度もまだないんでね、この性格で、はい。でね、まあ、それだったらね、まあ同じ設計業として、俺ちょっとこの辺は、ね、頭にカチンってきたんですよね。まあ、営業所にクレーム入れたクレーマーか。まあ、なんだろうな。働いてた側、で、ましてやね、まあ、スーパーとかね、コンビニで買い物する側からしても、なんだろうな、客だから大切に思えとは言わないっすけど、まあ、人それぞれの言い方ですけど、まあ、俺はね、バイトしてるときに、まあ、店長がね、結構、まあ、まともな人だったんでね、お客様がね、落としていったお金で、あんたたちの給料が出てるから、そこはね、まあ、ちゃんと頑張れんせいって言ったんで、あ、俺もその通りだなと思ったんですよ。まあ、実際ね、お客が来なきゃね、スーパーとかコンビニだってね、どんどん潰れていったりするんでね。まあ、なんだろうな。まあ、路線バスなんかはちょっとスーパーとかとね、話が違うんで、まあ、そこは一概にどうこうだよねんですけど。まあ、でも俺はまあ、なんだろう、いつもね、同じ商品聞いてくるお客だってね、まあ、それは大事なお客なんで、まあ、ちゃんと接すればいいと。俺は思うんでね、基本的に。まあだから、たかがのね、営業所にね、一度の、
まあ、信号無視の、まあ、くだらないことっすけど、はっきり言ったら。まあ、そのことで電話してね。まあ、それでこの人がクレーマーっていうのはね、俺は本当にこの人ね、接客をやめたらいいと思いますよ。実際この人だってね、スーパー行って、例えば品切れの商品買ったらね、絶対クレーマーっぽく俺はなると思いますよ。まあ、間違ってもこの人がね、なんだろう。まあ、引き入れの商品を買って、まあ、クレームに関してはね、まあ、店側が悪いっていうのがあるんで、まあ、それは仕方がないですけど。結局、店側からしたらね、まあ、こっちが品切れ置いてたのは、まあ、引き入れ置いてたらね、悪いけど、買う前におめえも見ろよってね、まあ、店側からしたら思うはずなんでね、まあ、この人曰く、まあ、クレーマーですよ。店側からしたらね。で、まあ、この辺がこれですね。まあ、それを含めてあなたやね、京都市へのお客様を大切に買った運転手のせいで、バス会社の従業員の低レベルに見られるの意味ですと。まあ、確かにね、俺もね、言い過ぎたことに関してはあるかなっていうふうには思ってるんですけどね、反省は全くなってしないっすよ。実際そうっすから。こんな俺でもバイトしてて、なんだろうな。客を神様だと思えたらね、本当に俺はね、言わないですよ、それに関しては。従業員だってね、生活がかかって仕事してるのはわかるんで。でもね、仕事だからね、仕方なくっていうよりは、なんだろうな。お客様にね、どうやってもらったら気持ちいいかをね、考えるべきだと思うんですよ。それはもう、バス会社も鉄道会社も一列関係なしに、もう人と接する職業であればなおさら。だからそういう意味で言うと、この人はね、本当にね、子供がいる親ならなおさらね、俺にコメントする前にもうちょっと自分のこと考えた方がいいと思いますよ。俺に言われるようじゃ人間おしまいなんでね、正直。まあ、俺が言ってる時、1年バイトしててね、客からのクレーム来たって、俺店長とかね、そのまあ、自分家の属長にの俺怒られたことないんで、まあ、影だったかもしれないですけど、俺はね、直接その、客との接し方で怒られたこと本当にないんで、だからなんだろうな、でも本当に、例えばその、西松屋だって土下座問題があったり、あれだって結局そのまあ、お客のね、喜怒哀楽に問題があるかもしれないけど、店員の接し方に問題があるかもしれないからクレーマーに表現したりするんでね。だから俺は本当にもう定位姿勢でね。まあ、強要されたら強要されたら、それはまあ、強要罪で犯罪なんでね。まあ、そこはまあ、警察呼ぶのは仕方がないですけど。まあ、それでもね、クレーマーにするかどうかの不思議策はあるんでね。だから、それに関しては本当にこの人がね、一概にクレーマーだと思うからコメントした。まあ、クレーマーっていうふうにね。俺はこの人が本当にどこのバス会社で働いてるか知りたいっすね。私ってコメントするから多分女性だとは思うんだけどな。まあ、この人のね、この名前あるじゃないですか。ちょっと Facebook の方で検索してみたら、まあ、そんなにアカウント数多くなかったんですよ、はっきり。まあ、コメント今出てるんでね。概要欄の方に URL 貼るんで、多分コメント見れると思うんですけど、今現在、今ちょっと8時10分なんですけど。まあ、だからね、今回、まあ、それもあるんでね、俺はちょっとその、一番最初にね、動画の、なんだけど、まあ、ちょっと今回はね、頑張って加工して作ったんですけど、まあ、視聴者様にね、今回は、どこからがクレーマーになるか。で、まあ、今までその、まあ、高校生なんかよくコンビニとかね、スーパーでバイトするんで、まあ、こういうクレーマーの客に会ったとか、まあ、そういうね、ちょっとコメントもね、本当に今回ね、募集したいんですよ。で、逆にね、この動画を見た、子供さんたちがね、お母さんに、こういうクレームしたことあるってね、まあ、ぜひ聞いてくれて、まあ、それでね、親御さんたちがね、この動画にコメントしてくれて、まあ、それちょっと俺の方もね、集計するんでね。実際なんだけど、つい最近、どこだっけな、経済産業省じゃねえな、どこだっけな。なんかね、どっかの、省庁が、クレーマーとかに対する、なんかね、表敬みたいなの出したんですよ。まあ、罵倒されたり、土下座共有されたりっていう事案が。だからね、本当にそれに関しては俺クレーマーって言うんですけどね、たかがの1回の電話でね、クレーマーって言うならね、この人もこの俺の動画に対するコメントはクレーマーなんでね、まあ、アンチイコールクレーマーって言ったら、まあ、おそらく失礼かもしれないですけどね。まあ、だから今回ね、ちょっと本当にね、視聴者様の方にね、なんていうかな、まあ、まあ、ちょっと今回ね、本当にご協力お願いしたいかなと思いますね。まあ、ちょっと本当にね、こんなくだらない動画にね、お手数ですがね、ぜひちょっとね、コメントよろしくお願いいたします、本当に。まあ、今回ね、ちょっとこのコメント募集するのにあたってね、まあ、俺のちょっと友達とかに、なんだ、まあ、接客をしてる友達とか、まあ、接客じゃなくても人と接するね、まあ、介護福祉がちょっと接客に当たるかどうかだったらちょっとまあ、微妙なんですけど、まあ、それでも結局福祉とかだってね、人と接する面があるんで、ちょっとね、そういう、まあ、知り合いとか友達に結構ね、動画の URL を送ってね、まあ、ちょっとコメントを、まあ、その、周りのね、働いてる友達とかに、
動画見てちょっとコメントお願いできるというふうにやってるんでね。まあ、今回は先に言いますけど、まあ、やらせではないですけど、まあ、結構そのコメントを、募集するのはね、ちょっとまあ、俺の友達にね、ちょっと頼んで、まあ、結構広めてもらう、まあ、予定ではあるんでね。まあ、ちょっと今現在結構7、8人には俺ちょっと頼んじゃってるんで、まあ、頼んでるんで、まあ、ちょっとどこまで広まるかっていうのはわかんないですけどね。まあ、今回は本当にちょっと、まあ、気になるところなんでね。まあ、そこだけはちょっと、まあ、俺がその一回、ずいぶん前にね、まあ、俺のメンバーが、質問コーナーでやらせしたのありましたけど。まあ、あれはなんだろうな、結局その、他人の動画でやったことはね、まあ、今回は正直言うと、まあ、俺の動画だから、その、頼んだ子たちからすると、まあ、関係ないんで、まあ、ちょっと似たようなことかもしれないですけどね。まあ、今回は、まあ、俺からしたら、この、まあ、ちょっとは大事なことかなと思うんでね。まあ、どこまでがクレーマーか。で、実際ね、本当にどんな、クレーマーに遭遇したことあるかね。ちょっと俺はそういうのがね、気になるんでね。まあ、なんだろう。別にそれでね、コメント来なかったらコメント来なかったでね。まあ、シーンってことになるんでね。まあ、しょうがないですけど。まあ、でも本当に今回はね、やらせだ、やらせじゃないだって言われる前にね、俺の方から言っときます。動画ね、広めてもらうようにはね、ちょっとお願いしちゃってるんでね。ちょっとそこのところで申し訳ございません。今8時5分で、まあ、31分か。ちょっと長々と喋ってしまって、ちょっと申し訳ないですよね、本当に。雨かんだ。まあ、なんでしょうね、本当に。まあ、この人がね、俺のことクレーマーだと思うのは、この人も俺からしたら本当にクレーマーなんでね。まあ、目には目を、歯には歯を、売り言葉には買い言葉を。まあ、重箱の隅つつくの俺から好き、俺結構好きなんでね。まあ、特に俺なんか結構たまに動画ですけどね、表向きはこう、裏向きはこうって言うんでね。まあ、だから多分この人もね、俺にね、営業所に電話してどうこうって言ってるんでね。まあ、そりゃこの人もね、そりゃ営業所に電話するとは言わないと思いますからね、本当に。まあ、これですね。どこだっけ？電話しないと。まあ、これはね、営業所には電話しないかで電話しないから、まあ、もしスーパーでね、トラブルがあった時に電話しないかって多分するでしょうね。まあ、だから結局、まあ、誰でもね、その、クレーマーには簡単になれるんですよ。でもそれはね、タチがいいクレーマーか、タチが悪いクレーマーなんでね。もう俺のクレーマー、俺の今回のね、まあ、クレームがタチか悪いかって言ったら、まあ微妙なところなんですけど。まあでも一回の電話っすけど、まあ動画にしちゃってるんで、まあタチが悪いかなと自分でも思うんですけどね。まあでも今回のね、結構この低レベルという人間に関してはね、反省はするつもりないですよね。まあこの動画見てね、全然批判は俺受け付けるんで、もしね、これで低レベルっていう発言に関してもね、まあ全然批判、まあ来ても構わないんで、俺は。でも本当に、なんだろうな、まあ、やっぱりお客様がね、神様、仏様ではないけどね、ある程度はね、きちんと対応しろと思うんですよね。たまにね、横浜市営バスとかね、臨港バスでもあるんですよね。俺結構その、なんだっけな、パスモで路線バス乗るとね、まあ、皆さん知ってると思うんですけど、首都圏の人は、バス乗りっていうチャージの、チャージじゃねえや。なんだっけな、なんかサービス特典みたいなのがあって、まあ、知ってる方はね、知ってると思うんですけど、一人のパスモで、三人がね、一人ずつね、パスモで乗るより、一つのパスモで、結構その、みんなで乗った方がね、なんだっけな、割引率がいいんですよ。だからまあ、家族とかでね、路線バス乗るときなんか、一人のスマホでね、まあ、お金払ってね、運転手は別に大人3人とかパスモで平気でできるんで、まあ、俺は結構それ使うんですけど、まあ大体そういう時に、まあ大人、友達とか出かけたね、大人2人とか3人の時に、まあきちんとね、ちょっとお待ちくださいっていう横浜市の運転手もいるし、めったにはいないですけど、リンコバスでもね、たまにね、優しい運転手はいるんですよ。まあ川崎市はめったに使わないんで、ちょっとまあ今回横浜市とリンコバスの立てますけど、まあでもリンコバスはね、基本的に大人3人って言ってもね、むすっとして多いんですよね。うん、本当に。あれがね、接客業の俺の観念からしたらね、まあ、もうちょっとせめて一言ぐらいないのかなと思うんですよね。結局スーパーで働いてたってその従業員がね、いらっしゃいませって言うし、それと同じなんですよね。そういう意味で言うとやっぱりね、横浜市の方がね、まあ税金かかってるっていう面で言うとね、まあやっぱりレベルはね、その高いのかなと思うんでね。まあもし本当に、まあどっかまた路線バス乗って、まあ都営バスか川崎市営か、まあ横浜市営バスでね、まあ信号無視かなんかあったら、まあ、その時はね、税金がかかってる部分なんで、俺はもう全然電話するんでね。まあ、臨港バスに関しては電話しても、ああ、無駄だろうなって俺思う主義なんで、臨港バスはね、本当に信号無視多いっすよ。
特にね、どこだっけな、バス停で言うと、日本木から鶴見駅に宿舎からね、亀の子山とかね、多分あの辺クソ多いんですよ。はっきり言っちゃうとね。だからまあ、そういう意味で言うと、臨港バスまで行っても無駄だと思うんですけどね。まあ、本当にでも、事故ったら事故ったんですけどね。まあ、だからね、この人のこのクレーマーっていう、まあ、コメントせっかくくれたんでね、動画に採用しようかなっていうので、まあ、本当にくだらないこと、長々喋りましたけどね、ごめんなさい。わけでね、今回、まあ、一応概要欄の方に、一応ちゃんとね、まとめておきますんでね、まあ、今日が21で、まあ、JRAK、あ、JRAK じゃない、浦和競馬でね、まあ、せめて今月いっぱい、来週の木曜日までかな、ちょっと1週間にするとあれなんでね、ちょっと11月の30日まで、今回はちょっとね、コメント、募集しようかなと思いますんでね、ちょっと視聴者様ね、お手数ですがね、ぜひコメントをお願いいたします。俺に関するね、批判のコメントでも何でもいいんでね、まあ、今回のこのコメントやね、まあ、動画聞いて、まあ、ちょっとどう思ったかっていうのはね、俺個人的にちょっと知りたいところあるんでね、お手数ですがね、本当にコメントをよろしくお願いいたします。では、この後ね、今日の、藤田菜々子騎手が出る競馬の予想と、明日の、ヤングジョッキーシリーズの、ね、浦和、トライアルの最終競争ね、ちょっと動画に、予想動画としていきますんでね、そちらの方もぜひね、ご視聴ください。で、浦和記念の方もね、枠順確か出てるはずなんで、昨日から。それもね、一応動画にしますんでね、お待ちください。ではね、この後の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。